持続的なサービス提供のための計測と分析について発表します。まず簡単に自己紹介をします。日本経済新聞社に所属しています、郷士宮美と申します。同じく日本経済新聞社の山崎が共同登壇者として資料を共同で作成しました。私は2020年から Android の日経電子版、紙面ビューワーのアプリを開発しています。開発とは別にアプリを利用しているユーザーの分析や ダッシュボードの整備など開発に関わるデータ周りの仕事もしています本題に入る前になぜ開発者が仮説効果検証を回しているのかと疑問に思われる方もいらっしゃると思います弊社には一部 OSS 化もされていますアトラスと呼ばれている自社の計測基盤がありその計測基盤を用いることで容易なデータの収集・可視化を実現していますこの基盤を整備するチームは存在していますが 効果検証や計測、分析を包括的に管理するようなチームは現在存在していません。そのため別のチームからアプリの施作を依頼された場合には依頼してきたチームまたは開発チームで検証の計画を立てて改善を進めていく必要があります。開発チームから仮説を立てて効果検証を進めるケースもあります。弊社と同じような組織体制の会社もあるのかと思います。本セッションでは 開発チームがどのように効果検証をし意思決定を行い改善のサイクルを回しているのかを共有していきます本セッションではサービスの施策検討を行う方やアプリ開発をマネジメントしている方さらにはデータドリブンな開発をされたい方などを対象としています先ほどのスライドでも申し上げましたがこのセッションでは開発チームが効果検証サイクルを回すサイクルが効果検証 サイクルを回すためのノウハウのうち効果検証の計画を立てる工程や意思決定プロセスについて詳しく話していきます。どのように計測値を集めて管理しているかや可視化の便利ツール分析のチップスについてはお話ししません。また KPI ツリー構築や売上までのシミュレーションなどについても詳しくお話ししませんのでご了承ください。突然ですがアプリの開発をしていると 目的のはっきりしない施策が降ってきたり、経緯を知らない機能を消す犯罪材料がなく、消す判断ができなかったり、施策をやってみたが評価されず、一度も改善されないままになってしまって、機能自体が大きな負債になっているというような課題に直面することがあると思います。このような課題を解決するため、またはこういった状況にならないためにも、 施策をを正しししく検証して、数値にに基づいた意思決定をしながら、継続的改めて本セッションでいうところの効果検証とは何かについて簡単に説明します我々は効果検証をある施策を実施した際に目的の指標に対して施策の効果があったかを検証する一連の評価サイクルと定義しています 本セッションでは、事前に検証の計画をしっかり立てることにより、何にフォーカスし、どのような手段で情報を集め、施策を評価し、次の行動へつなげていくかというプロセスに焦点を当てていきます。ここで、なぜ効果検証をしなければならないのでしょうか。一つ目に、施策のビジネス的な価値を正しく評価して、数値に基づいた意思決定をするためです。 施策が事業の抱えているどのようなビジネス課題を解決するのかそれを評価するための指標は何なのかを明確にし適切に評価することが正しい意思決定の判断材,判断材料となります一方でビジネスゴールだけを意識してしまうと局所最適化的な施策に陥ってしまい短期的には売上が上がったとしてもユーザーの体験を著しく損ねてしまう可能性もあります そのような施策がビジネスとして許容されているかどうかが前提ではありますが、もしそういった施策があったとしても、評価指標やリスク指標を正しく設定し、評価することで、撤退や改善の方向に進んでいくことが可能だと思っています。二つ目に、一度リリースした機能を継続的に改善していく目的もあります。検証をせずにリリースした機能を後から改善するのには高いコストがかかります。 この機能がどういったビジネスコールに寄与するのかが分かっていない状態から改めて仮説、計画、実装と進めていかなければなりません。さらに、一度リリースしてしまった機能を後から削除するということは意外に難しいように感じます。新しい機能を追加したいという要望は多く来ると思いますが、一方でアプリは画面の奪い合いや機能過多によって利便性を失ってしまう恐れもあります。 目的を明確にし定期的に評価をすることで機能を消すという判断が可能になると思います。続いて、効果検証をする際に最も重要な検証の設計、計画について説明していきます。ある施策が提案され、アプリの要件が定義されます。この段階で計画書のすべての項目を埋めていきます。なぜ事前に埋めておく必要があるかというと、 まず第一に意思決定にに必要ななを結果によって変更しないためですうまくいかなかったときに追加で分析をし再度調べたら実はこんないい傾向が見られたので効果があったと言ってしまう事例を何度か見たことがあります。ゴールに向かって進まなければならないプロセスにもかかわらずゴールを移動させててししまままううと目的がが可能性があります実際に効果が見込まれ正しい評価基準となる値であれば 事前に指標として挙げておき、合意を取っておくことが望ましいです。二つ目に、必要な計測値がすべて取れているのか、今後実装が必要なのかを事前に知っておく必要があるからです。既存の計測値を再度実装してしまうようなことを避けられます。三つ目に、リリース後にこの計測値が取れていなかった、再実装が必要だったということに気がつくという案外やってしまいがちなミスを防ぐことができます。 最後に仮説が正しくなかった上がると思っていた指標が上がらなかった場合に次に何ができるかを検討しておくことで次の,改善にすぐに次の改善をすぐに実行できるからです効果がなかったが理由がよく分からなかったとなって単発で終わってしまうと改善や次の施策にもつながらなくなってしまいます計画の重要性について説明してきましたが これは一つのチームだけがやっていては組織としての意識は変わっていきません。実際には標準化して広く正しい仮説効果検証ができるようにしていく必要があります。これは弊社ではまだできていない取り組みなのですが、実際に仮説を立てて施策を立案したチームが分析の計画まで立てて企画を持ってきてくれる方がコストは低く解像度の高い計画が立てられると思います。 そのため計画のフォーマットを全てのチームで同じように記述できるようにするべきだと考えています。弊社のように効果検証を管理するチームがない状況でまたすぐに人材を配置できない場合はまずは必ず毎回の施策に関わるという意味で開発者から始めていき徐々に広く周知していくという方法がコストが低いのではないかと思っています。ここから実際に行った事例を通して 効果検証の流れを説明していきます検証計画にどういった項目を書くのかをざっと説明していきますまず施策の経緯を書きます画面のどの場所をどういうのように変えるのかを書きそれを一体どのようなユーザーに対して展開するのかそれによってどの指標を良くしたいのかを書いていきます次にトレードオフとして下がってしまいそうな値があるのか それはどう,どういった計測を取ればよいのかやまた目標指標の目標値や指標の優先度を決めます次にそれらを見るために必要な計測値を洗い出していきます次にそれもどういった方法で検証するのかを決めたその施策がうまくいかなかったときにどのような理由が考えられるかを列挙しておきそれを分析するための 計測値も考えておきます実際の事例を説明する前に日経電子版を利用されたことがない方向けにアプリの挙動について前提共有をします日経電子版では記事一覧から記事をタップして個別記事を開いた後記事ページをスワイプすることで記事一覧に表示されている次の記事に移動することができます。それでは実際に計画を立てていきます。 施策の経緯では、どのようなビジネスの課題を解決したいのかを明確にします。例えば、有料会員の継続率を上げたい、有料会員を獲得したいといったビジネスゴールや、それに帰属する課題です。施策によっては十分な仮説が立っておらず、何のためにやっているのかが不明瞭なことがあると思いますが、立案者と話し合って明確に記載します。今回解決したいビジネス課題として、定期購読の継続率を上げるというものがありました。 日経電子版ではユーザーのエンゲージメントを向上する数値としてアプリへの訪問頻度とアプリ内の記事閲覧本数を上げていますこの数値が高いユーザーほど解約率が低いとされておりいずれかもしくは両方の値を上げることが望まれています電子版のアプリ内でこれらの値の向上に寄与できそうな改善がないかを検討したところ電子版の一部の記事のでの UI 改善の案が出ました アンドロイドの電子版では一部の記事では記事の中身をレイティブビューで表現せずに Chrome カスタムタブズを開いてブラウザ上でコンテンツを見せるような挙動になっています既存の実装では該当記事を開いた時に必ずダイアログが表示されスムーズな記事閲覧体験が素材されているように感じていましたカスタムタブで開かせるような記事が少なかった時代に動線に気づかないユーザーも多いと思うので動線を目立たせてほしい というようよなコンテンテツ教授サイドからの要望に応える形でダイアログが実装されましたこのような記事は現在の電子版のトップページに常時固定されており多くのユーザーの目に触れることになっていますスワ,スワイプによる記事の閲覧がスムーズになれば1人当たりの記事消費本数記事閲覧本数が増え有料会員のエンゲージメントが向上すると考えられます次に何をどう変えていくかです 多くの場合実装前の段階ではスクリーンショットがないと思いますのでこの段階では文章で表現しておき開発時開発後に画面を貼っておきます画像を貼っておきます今回は説明のために実装後のものを貼ってありますシンプルにダイアログをなくしてみるという案を実行することにしました記事の中にカスタムタブでの遷移するリンクはありますのでそこから遷移することは可能ですこれは非常に少ないコ数で課題の解決ができそうです ダイヤルが表示され,るされなくなることによりスワイプ時に体験がブロックされなくなりその結果としてよりアプリの閲覧体験が向上し一人当たりの記事閲覧本数が向上するという仮説が立ちました一方でカスタムタブで表示する記事への遷移率や遷移数が減ってしまうことが懸念となります施策としてはポジティブな効果を最大化しつつネガティブな効果を最小化す,することが求められます Android 日経電子版の全ての有料会員を対象にして変更を適用しました。厳密には該当記事を見たユーザーに絞るべきですが、該当の記事がトップページに常時固定されており、対象期間中に一度でも該当の記事を見るユーザーはかなり多くなるため、今回は有料会員全体で集計をしました。 利用率の高くない機能を利用した時に出る画面など、特定の条件で表示されるような場合は、ターゲットを絞らないと正しい検証はできません。指標とネガティブチェックの値を書いていきます。KPI ツリーが構築されていれば、その KPI を記載しますし、そうでない場合も、施策の経緯を書く際には指標は決まっていると思います。 評価指標以外にウォッチしていく値は多く用意してもいいですが意思決定に必要な値はできるだけ少なくしておくことが望ましいと思っています大量にある KPI の中から1つだけが上がったので良しとするような計画では正しい計画にはならないと思っています検証をする際に下がってしまう値があるかどうかを考えます例えばプッシュ通知を改善する施策を打つ場合には 許諾率が下がってしまう可能性があるので、合わせてモニタリングをする必要があります。今回は1人当たりの記事閲覧本数とアプリ内での総記事 PV を指標としました。1つ目の値は、先ほど述べたように今回のメイン指標です。記事閲覧本数を0.3本上げることを目標とします。事業の目標売上げから試算して目標値を決めることが望ましいですが、 多くののの施施策策ががある中で本施策がどの程度のインパクトを与えられそううかという部分は決めななければなりません今回はこれまでの似たような施策からこの程度の効果が見込めそうだという経験則に基づいて0.3という値を決めました2つ目の総記事 PV はネガティブチェックに関連して少し供給者目線となってしまうのですが今回ダイアログをなくしたことでカスタムタブを表示する記事への繊維率・繊維数が減ってしまうことは容易に想像できます。 ムカスタムタブへの繊維が減った分、アプリ内の総記事 PV が増えていれば PV が減ってしまう問題も許容できるかと考えます記事 PV は繊維数の減少とバランスを見るのですがこの時点では1%増加させることを目標としましたどう検証するのかを決めます弊社は時期に関わるコンテンツが多く前後比較ではニュースバリューに大きく 左右されてしまうためできる限り平行して AB テストを実施しています十分なサンプルサイズが取れない場合は必要なサンプルサイズを試算して最低限の数を担保してから始めますランダムに分ける方法や実施期間も決定しておきますまたサンプルを独自のロジックで分割する場合はセレクションバイアスに気をつけて設定します AB テストは Firebase リモートコンフィグを使用しランダム指定で50%ずつに出しました 日経電子版の最新バージョンが浸透してからの有料会員でのアクティブ数であれば十分なサンプル数が得られることが分かっていますまたこの時本アプリでは別の AB テストは実行されておらず他のテストの影響を受けることはありませんでした評価の期間は2週間としました今回のように十分な人数期間でテストできないときは最低限の優位性を担保するためにサンプルサイズを算出する必要があります 続いて必要な計測値を洗いい出していきます必要な計測値は何であるかをそれを実装する必要があるのかまた取れていたとしても集計可能なのかを洗い出しますこのステップを怠ってしまうと実際に検証がスタートした後に必要な計測が来ていないことに気づいて再リリースとなり非常に無駄が多くなってしまいます記事の PV はすでに実装されているのでそのまま使いますダイアログ上のボタン タップは未実装で実装すれば正しく収集可能です Chrome カスタムタブ上の記事 PV はウェブ側で実装されていますがアプリから遷移したかどうかを正しく集計するにはコストがかかりそうでした今回はダイアログ上のポジティブボタンのタップ数を遷移するとみなしてみることとしましたここで少し余談なのですが弊社のアプリチームではアプリから送っている計測値を管理するために Google スプレッドシートを利用しています このシートの運用が始まってから数年経っているのですが、すべて手動作業であるため、参照も編集も非常につらくなっており、正しく記述するためでも高いコストがかかります。計測値の管理についてもっといい方法があるという方がいらっしゃいましたら、ぜひご教授いただきたいと思っています。次にデータを収集する方法を決めます。Google Analytics に送った情報を Firebase A-B テスティングで見たり、 弊社のように自社の計測基盤に送って可視化ツールでモニタリングするなどさまざまなやり方があると思います。欲しいデータを計測・集計できればツールは何でもよく、試作の規模に合わせて気軽に使えるものから使っていくのが良いと思います。リリース前の段階で分析のクエリと関連指標を集めたダッシュボードを作成しておきます。弊社ではリダッシュと基盤を利用しています。継続的に見るような値は ビッグクエリとリダッシュでリでアルタイムでデータのチェックをしたい場合はエラスティックサーチとキバナで可視化をしています。ここまで来て実験を開始します。実験が開始されたら、まず本番でデータが正しく飛んでいるのかを確認しておきます。クエリを作ってあるのですぐに確認することが可能です。また、ある程度ユーザーが割り振られたら、対象としているユーザーの割合と人数の確認に合わせて、本当にユーザーがランダムに割り振られているのかをチェックしておくと良いです。 ワイヤーベースやランダム性が担保されたロジックで割り振っていれば基本的には心配ないと思いますが偏りがないかを見た方が安全だと思います弊社ではエンゲージメントが高い人が偏ると結果に大きく影響が出てしまうため各パターンに均等に割り振られているかを最初にチェックしていますまた、ハズレ値的に異常な数の記事を読んでいるユーザーがいると結果がぶれてしまうので各パターンに割り振られたユーザーについて記事、閲覧の分布を見たりもしています 新しい機能をリリースした場合には、実際にその機能が認知され、利用されているかも重要で、テストに多くのユーザーを振り分けたとしても、十分なサンプルが得られたと言えなくなってしまいます。ある程度の期間を経っても十分に利用されていない場合は、一度別途周知するような施策を入れてもいいのかもしれません。それらに問題がなければ指標を見ていきます。実験期間中の1人当たりの記事閲覧本数の別の推移です。今回は2週間の 2週間で実施しましたが、見やすさのために1週間分のデータを出しています。赤い線がコントロール群、青い線が介入群です。別で推移を見ていきますが、どの日も介入群の方が記事を読む本数が増えていました。テスト期間中はできるだけ毎日指標をチェックして、介入群の指標が急激に下がった場合にはテストを止める判断をします。次にアプリ内の記事 PV の推移を見ていきます。 こちらもコントロール群に比べて介入群の値が高くなっています。最後に記事への遷移率の変化を見ていきます。赤がコントロール群、青が介入群の遷移率です。ダイアログがある場合、アプリ内の記事を見てから60%以上の人がカスタムタブを開いていることがわかります。一方でダイアログがなくなると40から45%まで減っており、大体20%ほど低いという結果になります。遷移数を見てみると、介入群は30%ほど減っていました。 目的の指標で2つの群に差があったことを検定で確認し、どちらにも有意差がありました。この結果を受けて次にどうするかを決めていきます。優先指標であったアプリ内での1人当たりの記事閲覧本数が0.16本増加でした。またアプリ内での記事 PV は0.1%増えました。このまますぐにダイアログを決判断をしても良い,いのですが、今回はネガティブチェックとしていた見ていた記事での遷移数、 数が30%減少してしまった点に着目してもう少し減少を抑えることでブラウザでの記事閲覧を残しつつアプリ内での記事閲覧本数を向上させることができるのではないかと考え改善することにしました次の改善案です1回目のテストではダイアログをなくしたことで記事内のリンクを踏んでもらっていましたがテキストなどで見つけづらい可能性があり記事内の動線を目立たせ少し目を引くようなデザインにしてみました また運用上の都合もあり前分と呼ばれるような導入の分があるかないかで記述欄本数や繊維率が変化するかも検証してみました指標やネガティブチェックの値は先ほどの検証と全く同じですここから何個か1回目の検証と同じになる項目はスキップしていきます今回は3パターンなのでユーザーを3等分に分けて検証することにしましたワイヤーベースでこのように定義すると3パターンに割り振ることができます 今回実装が必要なのは記事内のボタンタップの実装、ボタンタップです。この後、この後実装、クエリ作成をして実験をしていきます。指標は前回と同じなので、クエリはほぼコピペで済ませ、計画が立ったので実験を行っていきます。ここでもう一度書くパターンがどんなものかと、次のグラフのどの色が対応しているのかを説明します。コントロール文がダイアログありで、赤のグラフです。 介入群がダイアログなしの前分なしとダイアログなし前分ありでそれぞれ緑と青になっています同じように最初の割り振りで偏りがないかをチェックし問題なさそうなので指標を見ていきます青と緑が介入群で赤がコントロール群ですほとんどの日で介入群が勝っており前分ありが一番成績が良さそうです この結果を見ると、ダイアログの有無だけではなく、記事内に文を置くかどうかでも、記事の閲覧体験は変化すると考えられます。画像とボタンのみが配置されているような記事は、情報量が少なく離脱率を高めているのかもしれません。次に、アプリ内での記事層 PV です。これも1回目の実験と同様に、介入群の方が PV が多くなりました。 この2つの結果を見ると、ダイアログをなくすという判断をする場合は、前分割を選択した方がいいことがわかります。繊維率を見ると、先ほどよりも少し改善し16、16%程度減にとどまりました。繊維数で見ると27、27%減となりました。今回、1人当たりの記存閲覧本数を増加させながら、単純にダイアログをなくした時と比較して、繊維数の減少を抑えることができていました。 ダイアログありマ前文ありでは一人当たりの記事閲覧本数が0.29本増えておりまた PV は3%増となりましたスワイプしやすくなったことで複数回該当の記事にアクセスしその後に見やすくなった記事内のリンクから遷移してくれるユーザーが増えたのではないかと思っていますまたアプリ内での総記事 PV の増加率も高くブラウザでの PV の減少を気にしなくて良いくらいになったのではないかと考えられます この結果を受けてダイアログを消すことに決めメイン指標の成績が一番高かったダイアログなし前分割に寄せることで今回の効果検証を一旦終えました。今回3分の1の有罪に対して効果があったとしましたが全展開すると効果が薄まったように見える可能性もあるため全体での記事閲覧本数を引き続きモニタリングしていく必要があります。また 今回、有料会員全体で記事の閲覧本数が向上したのですが、正直に言うと劇的に継続率が向上するわけではありません。理由としては、記事閲覧本数が増えたユーザーはもともとエンゲージメントが高く、最も解約しそうな層での変化は大きくありませんでしたので、その点にはご留意ください。ここまでのまとめです。実際に行った効果検証を追っておくと、計画を事前に詰めておくことの重要性がよくわかると思います。 また準備段階でクエリ作成までしておくことで実験が始まってからの作業はほとんどなくよくない結果になった時にすぐに次のステップの改善に着手することができます。最後にここまでデータに基づく意思決定についてお話ししてきましたが実際にアプリの UI を変更するという意思決定をするにはどれだけ数値に基づいてロジカルであろうと開発チームだけでは決められないことも多いため実験を始まる前に各所と合意を取っておくとスムーズに進んでいきます。 最後に、効果検証とは別に、開発チームでデータを見るための取り組みを紹介します。アプリ開発チームの習字の定例で、アプリの KPI ダッシュボードや各種指標を分析する時間を作って、常にデータを見る意識をつけるような取り組みをしています。また、朝会後の空いた時間などで、過去の試作の経過を追って雑談したり、新しく作ったダッシュボードを紹介してメンバーで議論したりと、データを見て考えるという習慣づくりをしています。 今後はデータをもとに開発者から改善案を挙げて多くの検証を行っていくこと、さらには検証の仕組みを標準化して誰でも同じような計画が立てられるようにすることを目指しています。こちらが先ほどお話ししたアプリチームで見ているダッシュボードの一例です。本セッションの振り返りです。 本セッションでは効果検証とは何か、なぜ必要なのかという話から、実際の検証例を通じて分析計画をどう立てるのか、実験した後にデータに基づいた意思決定をして改善のサイクルを回していく方法を説明しました。本発表が少しでも聞いてくださった方の効果検証の参考になれば幸いです。最後に本セッションでお話しした効果検証のプロセスは、まだ完全ではなく改善余地もたくさんあると思っています。 組織として数値を見ながら、せ、策検討をしたり、施策の評価に数値を用いるという文化はまだまだ発展途上です。同じように検証サイクルを回しており、もっといい方法があるという方がいらっしゃいましたら、ぜひご意見を伺わせてください。今後も正しく効果検証を行い、継続的なアプリ改善に努めていきます。以上です。ありがとうございました。ドロイド会議、二千二十 チャンネル登録をお願いいたします。